テッサロニキの古代アゴラは、ギリシャのテッサロニキにある古代ローマ時代の2世紀頃に作られたアゴラのこと。町の中心にあるアリストレレス広場の北東に隣接している。ローマ時代のアゴラやフォルムロマヌムと表記されることもある。このアゴラ遺跡は、1960年代から発掘が行われ、二重列中廊に囲まれたフォルムを中心とし、小規模な屋外劇場も備えていた。 このアゴラは、定成初期頃に作られた古いアゴラのあった土地に、2世紀頃に建設が行われ、テッサロニキの行政の中心施設として利用されていた。中央部分は、敷石舗装された長方形のフォルムで、その3面を2重列中楼が囲んでいた。列中楼はアゴラを囲む、公共的建築物への通路としても使われた。南側の中楼は、 地下回廊が設けられた2階建てであった。この地下回廊部分は現在のフィリッポを通り沿いにあった商店街に面していた。東側の回廊は当時の行政庁舎に面しているとともに屋外劇場にも面していた。屋外劇場は2000から2500人の収容人員であった。南側のフォルムの入り口の中廊部分には2世紀頃、 作られたインカンターだと呼ばれる石像が一体となったが柱が並んでいたが、1864年に、これらの石像は、パリのルーブル美術館に移設された。ミニストリーオブカルチャースポーツ、エンシェントアゴーラオブテサロニ http コロンスラッシュスラッシュオデュッセウスドットカルチャードット GR スラッシュ H スラッシュ3スラッシュ e h 3 1ド JSP、アブジ。 id イコール2457ハット http w w w i n j o y t e s a l a n i i k k i c o m ビジットエンシェントモニュメンツザ・エンシェント・アゴラ・ローマン・フーラムザ・プリンストン・エンサイクロペディア・オブ・クラシカル・サイツ http コロンスラッシュスラッシュ www.perseus.tafts.edu スラッシュホッパースラッシュテキスト ドックイコールペルセウスパーセント三アテックスとパーセント3 a 1 9 9 9 0 4 0零零六パーセント三アルファベティックレターパーセント 3DT パーセント三アンドトリーグループパーセント3 d 三パーセント三アンド 3&3 パーセント 3D セサラ 2K ありがとうございます